今日は強い雨の降るところ多くなってきます。現在皆さんからいただいているリポート見ていきますと、九州方面の南部を中心に強い雨が降っているんですけども、この後は北部の方でも雨が強まってきます。どのような動きをするかなんですけども、この強い雨雲について、雨雲の移動ですね、こちらの方で見ていきたい、ごめんなさい、天気図の方をまず確認してみたいと思います。先ほど強い雨雲がありましたけども、その原因はこの低気圧ということになります。でこの低気圧が、本州のちょうど真ん中のあたりですね、中国地方を通って近畿、そして東海の方に抜けていくような、そういったコースを通りそうです。ということで、雨雲の移動を見ていきたいと思うんですが、強い雨雲がこの後は九州北部の方から中国エリアの方を進んで、そして近畿の方に到達していくという形になりそうです。近畿のあたりも昼頃にはかなり雨足が強まって、その後東海エリアに達してくるということになりそうです。東海エリア午後になってかなり雨足が強まってきます。関東のあたりも今日の午後昼頃から雨が降り出してくるんですけども、強いというところでいきますと夕方以降雨足が強まっていくということになりそうです。この強い雨の降り出しのタイミングはウェザーニュースアプリ雨雲レーダーでご確認いただければと思います。